はい、聖書を読みましょう。すべては聖書です。<Everything S 1> いいですか。R R 教会を始めてきた人。よかったね。No、one. よかったのか。<for> ダメなのか。どういうことや。What <does> it mean? <laughs> 聖書は神様の言葉です。 そして読めば読むほど面白いことがいっぱい分かってきます。そしてそれがこの世で生きるのにめっちゃ大切なことが分かります。昨日、ある人とご飯食べてました。もうちょっと深く考えろよと言いました。その人は聖書を読めますって言ってました。ねえ、ずやねえ。 でも聖書が土台に本当にあるんですここから学んでここから考えてる人はかっこいいっす。 Very cool. なんとなくとか,なんか適当にっていうのやつは最終的にめちゃくちゃかっこ悪いんですよだからこそ若い時から聖書を読めって聖書が言ってるぐらいですからなので主任牧師のことを褒める時間があるならば聖書を読みましょういっぱいあるはいえっ、ー、とですね あ姉さんじゃないわ。先、えー、先生がじゃあ由美先生が

うんちが好きって話をしてるね。そこに感動してメッセージタイトルがトイレに帰るみたいな話 <laughs> And the title was maybe。でもその続きでルカの16章を見ていく聖書って何となく一貫性があるので続きで見ていくというので朝は16章の1節から8節を見ました。 良き管理者というものを学ぼうと、その続きでさらに良き管理者となっていくために19節から読みたいと思います。From, uh, 16, 19, uh, もしメッセージ寝た、寝ても大丈夫です、聖テーションの箇所だけ覚えて帰ってください。You can feel the, feel お読みします金持ちがいた,金持ちがいた紫の衣ややらかい山布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていたその金持ちの門前にはラザロという出来物だらけの貧しい人が寝ていた彼は金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた犬たちもやってきては彼の出来物を舐めていたしばらくしてこの貧しい人は死に見つかりたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた金持ちもまた死んで葬られた金持ちが読みで苦しみながら目を上げると遠くにアブラハムとその懐にいるラザロが見えた 金持ちを叫んでいた父アブラハムよ、私は哀れんでラザロをお送りください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにしてください。私はこの炎の中で苦しくて黙りません。するとアブラハムは言った、来いよ、思い出しなさい。あなたは生きている間、良いものを受け。ラザロは悪い生きている間、悪いものを受けた。しかし今は彼はここで慰められ、お前は苦,い苦しみもだえている。 そればかりか。私たちとお前たちの間に大きな淵があるここからお前たちのところへ渡ろうとしても渡れずそこから私たちのところへ越えてくることもできない金持ちは言った父よそれでお願いですからラザロを私の家族に送ってください私には兄弟が5人いますが彼らまでこんな苦しい場所に来ることがないように彼らに警告してくださいしかしアブラハムは言った彼らにはモーセと預言者がいるその言うことを聞くがよい 金持ちは言った家いい父アブラハムよもし死んだ者たちの中から誰かが彼らのところに行けば彼らは悔い改めるでしょうアブラハムは彼に言ったモーセと預言者たちに耳を傾け,のな,い傾けないのならたとえ誰かが死人の中から,から生き返っても彼らは聞き入れはしない Luke 16, 19 to 31. There was a rich man who was dressed in the purple and the fine linen, and living in luxury every day. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores and then logging to eat what fell from the rich man's table. Even the dog came and licked him sores. The time came when the beggar uh, died, and the angel carried him to Abraham's side. The rich man died and was buried. In Havas, where he was in the torment, he looked up and saw Abraham far away, with Lazarus by his side. So he called him, Father Abraham, ha uh, have a pity on me and send Lazarus to deep. Dip the tip of his finger in water and then cool my, cool, cool my tongue, because I am in agony in the fire. But Abraham uh, replied, Son, remember, that is your lifetime. You receive your good things, while others receive the bad things, but now he is comfort, uh, comforted here and you are in agony. And, uh, and besides all, all this between us and you, a great custom has been set in place so that those who want to go from here to you cannot. Uh, Noah, can, uh, Noah can anyone cross over from the, uh, there to us. He answered, Then I beg you, Father, send Lazarus to my family, for I have fi uh, five brothers. Let him warn them so that they will not also come to this place to torment. Abraham re replied, They have Moses and then the prophets. Let them listen to them. No, Father Abraham, he said. But if someone from, uh, from the dead goes to them, they will repent. He said to him, if they do not listen to Moses and in the prophets, they will not be convinced even if someone rises from the dead. That's the verse. Uh, the, when I talk to the non-Christian, the neighbor people, the, I always I let them read. And then I asked what do you think? 彼は言いましたお金を持つ、持たないで単純に善悪がつくんだね。果たしてそうなのか。Is <it> true? でも、まあ、説明していきますけど、この金持ちは嫌なやつです。ラザロは基本いいやつです。 その前提で見ていきましょう。一言お祈りします。天の内な神様、あなたの御言葉を感謝します。今日もこの御言葉から私たちがどうやって生きるべきかを教えてください。そしてこの世に流されたような生き方じゃなくて、あなたが望む生き方をすることができますよ。うに主イエスキリストの皆にお祈りします。あめん。 はいいつものように聖書を見ていきます19節ある金持ちがいた名前も出てこないほどの金持ちですしかしラザロクという出来物だらけの貧しいものが人が寝ていたというのも書いています the, it says the ちなみにイエスの例え話の中で名前が出てくるのはこのラザロだけです名前でいうとこれの人はこう 神が助けし者っていうのがラザロっていうの言葉の訳です。まずは金持ちがいるんですけど、金持ちは紫の小物もや柔らかい山布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていたとあります。この一節だけで大体この金持ちが分かるわけですよ。当時、最も高価なクククの色はこの紫でした。 ロンドンに来るとナショナルギャラリーというのがあります。マリアかイエスは宗教の中で大体この紫色、青っぽい色の服を着ています。一番高貴で高価なのがその色だからです。この金持ちは自ら 自分が金持ちだと主張するためにこの紫の衣を着ていたわけです。そして次に書いているのが柔らかい甘布です。たぶ、uh, これはエジプトの面を使った最高級の下着と考えてください。もうこの金持ちは脱いでもすごいんですのを見せたかったわけです。 着ていても脱いでても私は金持ちですと主張したい人だったわけです。Always rich man. そして書いてます、毎日贅沢に遊び、暮らしていた。当時、ユダヤ人たちは安息日というのがありました。 毎日は贅沢に遊んじゃダメなんです一日は確実に神のために休む必要があったわけですで,でも毎日贅沢に遊び暮らしていたということは神をも恐れずにただただ贅沢に来てた人です 神様よりも何よりも贅沢な暮らしが一番大切だったのがこの金持ちです。その金持ちの門前にはラザロという出来物だらけの貧しい人が寝ていた。 寝ていたということはもう座ってもいられないほどの病だったということです。Why he was so、ということは多分毎日誰かがこの金持ちの家にの前にラザルを連れてきていたわけです。もう座ることもできないので自分で歩いてくることもできないでしょう。Of course, he cannot だから誰かが。 なぜかというとたぶんこの金持ちならばこのラザロの治療,費治療費だったり薬のお金を出せるだろう。Because the,、uh, the rich man, the, he thinks like the rich man can、uh, pay for the Razorous to heal. The Razorous friend has no money. のの Because the,、uh, the rich man could have the wealth, well,、uh, 中東の世界ではこれよくあることです。日曜の教会だったり、モスクの外には大体物乞いの人がいます。すますそして施しをしている。 日本ではなかなか見ない光景ですが、中東では普通です。だからこそラザロは金持ちの家の前で病気のための薬の治や治療代がもらえるかもということでそこにいたわけです。Uh, the, ラザルは今の外での薬を飲み込みます。Uh, そしてこのラザルは金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていたと書いてあります。聖書って面白くて読み方をちょっとずつ違う角度で読んだらはっきりとわかることがあります。The Bible is very interesting the book. When you are when you stand on the other perspective, that you can see many things. 食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた、イコール満たされてなかったんです。金持ちはラザロに何も与えてなかったわけです。そして犬たちもやってきて、彼の出来物を舐めていたと。And then the dog came to 当時、犬の唾液には、えー、病を癒す効果があると信じられていました。A, the moment, the ある意味、ここでは犬が憐れんでいるわけです、ラザロー。そう、この点は、ラザローが泡でい S. <S 犬はかかかわいいいそうにに思いラザードに寄りかかっていたこの瞬間、猫派から犬派になった人がいるかもしれません。<laughs> <あ>ごめんね。<laughs> はい。I あ、いいね。 ごめんねちょっと深呼吸しようか。<laughs> <laughs> 金持ちは自己中心的で共栄心が強くて、もうとにかく自分が金持ちだというのを主張したいだけの人です。 毎日贅沢に暮らし、神様を神様とも思わないような生き方をしていました。家の門の前で寝ている、いつも寝ている、もう汚い病気の彼のことなんていうのは全然気にもしなかったわけです。 でも、このラザロはその場所でいつもいつも何かがもらえるのではないかと期待していたわけです。でも結果的には犬だけしか彼には寄ってこなかった。全く対照的な二人がここに書かれています。ラザロと金持ちです。22節しばらくしてこの貧しい人は死に、見つかえたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちもまた死んで葬られた。 聖書って面白いですね。しばらくしてて、何年ぐらいラザロと金持ちはこの関係だったのか。 Mention the how long years it was. どれぐらい経ったかわからないが、二人とも死んだわけです。一つ衝撃的なことを言います。Uh, here is something surprising. 人はいつか死にます。The human should be 考えたことなかったでしょう。明日かもしれないですよ。Maybe tomorrow. 一番確かなことは人はいつか死ぬことで一番不確かなことはいつ死ぬかなんですよ the most, the things 続き読みます go on. なんおちょっと衝撃に恐ろしいことを言った終わったみたいなまあいいや <laughs> 金持ちが読みで苦しみながら目を上げると遠くにアブラハムそとその懐にいるラザロが見えた 23節。ここまで来るともう驚きはないんですけど、金持ちは地獄に行きました。まあこれ貧乏人の心理ですから。 で苦しみの中で目を上げると、そのところにアブラハムとラザロがいたわけです。面白いですよね、アブラハムには絶対会ったことないはずなんですかね、もちろん。写真もないはずですよね。There is no、picture, でも、アブラハムって分かったんです。すげえでかい名前書いてたかもしれないですけど。Maybe that he was, でも、ラザロが見えたんです。 驚くのは多分次の箇所ですね。金持ちは叫んでいた父アブラハムよ、私は憐れんで、ラザロをお送りください。名前を知ってたのかと。門前にいて苦しんでいるラザロの名前を君は知っていたのか。 Down in front of the, your gate? 何のにもかかわらず、憐れみの一つもなかったのか。さら、no、に続けるんです。ラザロが指先を水に浸して、私の舌を冷やすようにしてください。私はこの頬の中で苦しくてたまりません。もうイライ,イライラするのは私、私。 私。自分だけ贅沢に暮らしといて、今苦しくなったら私は苦しいです。私を助けてください。私に全部私です。ちなみにちょっと話しといていいごめんね。 あの基本的になぜみんなが天国に行かないんですかという質問をよく受けます。神が愛ならば、全員を天国に受け入れるべきですよねと。一つ言います、みんなが断ってるだけです、天国に行くことを。で、不思議と地上の生活と性格は、ちちその地獄に行っても、その先の世界に行っても変わらないんです。 だからこそ金持ちは地獄に行ってるのにもかかわらず私私私,私って言い続けてるわけです。Like, I, I 読みながらまず謝れよお前って。So like, oh, でも人間の性質ってこれなんですよね。But that is the, our truth. その金持ちは叫んでいたとかアブラムよ、私はおられんであざらを送り出したラザローを指先に、で、で、ごめんね、次行こうか、で、そのラザロが苦しんでいる時に何もしなかった、むしろ見捨てた、この金持ちの最初の要求。

もしかしたら私たちがイエスに聞いているように敵を愛し敵をれみなさいということをもしかしたらラザルは実践していたのかもしれません。自分が苦しみの世界を通ったからこそ今苦しんでいる彼をもしかしたら見捨てれない思いがあったかもしれません。そういうい意味では こののの人生の苦ししい時っていうのは私たちに必要かもしれません、so、the time, the ない方がいいと思いますがあった方がもしかしたら人にもっと寄り添えるようになるかもしれません考えもんですね。

カネモチはカンリオスリオニマカセラレティタヒトデス。The rich man should have the role to manage. でも彼は自分のためだけに行きたいんです。But actually he lived for himself. 結果的にカンリシャトシティはちゃんとカミサマのヨキュニコタイロコトガティキナガトアゲス。In the result, he could not answer the gas demand. 本当に哀れみをかけられる側でしかなかった。精神的苦痛、精神的拷問を日々受けてたんです。ひねくれる日もあったでしょう。なんで俺はあの人のあの金持ちは、あの金持ちは私に何もくれないんだろうか。 多分大きい絵だって中東だったのに犬を買っていたでしょバンケンみたいなのがいたと思います。テーブルから落ちるパンというのはそのバンケンたち、要は残り物はバンケンたちが多分食べていたんです。その門の外でラザロはずっとお腹を減らしていたんです。でも結果的に彼は天国で、 アブラハムのところにいるわけです。そして、アブラハムは言うわけです。ラザロは今、慰めを受けていると、うん。ちょっと話するけど、どっちがいいですかこの地上の80年間ぐらいで金持ちに生きるのと永遠を神のもとで生きるのと。 or the which one do you want to choose like living in the luxury life for 80 or 90 years in this world or after you die that you will be blessed by god forever 今、皆さん、重要に思っているものが何か物とかお金とかあるかもしれません。それによって少し汚い気持ちになって誰かを探すんだりしているかもしれません。人より良い,いものを着て、人より良い,い暮らしをしてみたいなのに憧れているかもしれません。それを手に入れるのと、 永遠を天国できるのととどっちがいいと思い思ますもう一つ言います、日本人は本当に豊かな人たちです。 今この時点まででもしかしたら私ラザロと思って聞いていた人がいるかもしれません。でも私たちは金持ちの方の気分で聞かなきゃダメです。それでちゃんと自分で良き管理者としてどう生きるかを考えなければいけません。アブラハムは続けています。 そそれればかりかかり私私たたたちちちとととととお前前ののの間には大ききなな縁がある。る。ここからお前たちのとこここここららろろろへへ渡渡うとしててももえいくで the, the Abraham、uh, also they says, there is the, one,、uh, there is, uh, the long e space between you and us, so that even you try to go across, you cannot. 雲の,の糸が降りてくるようなっていうあの神話みたいなのあるじゃないですか、日本に。You know, 残念ながら、あれは聖書の話ではございません。そう言うと、金持ちは言うんです、父よ、それではお願いですから、ラザロを私の家族に送ってください、私には兄弟が5人いますが、彼らまでこんな苦しい場所に来るように、彼ら,を彼らに警告してください。 At the, uh, the twenty-seven, he answered. Then I beg you, father, se uh, send the brothers to my family, for I have five brothers. Let him warm them so that they will not also come to this place of torment. 一瞬こいいつ兄弟思思じゃんんうかもしれません僕は最初にラザロに謝れと思いました。でも、まだ金持ちはこのラザロを送れと要求しているわけですこここののの地上の性格が変わらないのはこういいはううとにに本当に現れています。 自分が地獄に行ってるにもかかわらず、使用人を使ってたようにラザロのことを使えると思ってるんです。で、もっと残念なのは、この兄弟5人たちも同じような生き方をしてるんだろうなと思うわけです。ね、かわいそうだよね。It しかし、アブラハムは言った、彼らにはモーセと預言者がいる、その言うことを聞くがよい。神の戒めを守らなかった金持ちとその兄弟です。ユダヤ人のコミュニティに生きていたので、街道に行けば神の言葉なんて毎週聞けなんですよ。 Words every every Sunday. 毎週日曜日、教会に行けば神様のことを聞け、神様のことを礼拝できるのと全く一緒です。Totally thing, like、Sundays, s <S それをせずに単純に贅沢に暮らしていた。シンプルに、このアブラハムは、うん、教会行って神様のことを聞きゃいいじゃんって。

Do you know Abraham? ユダヤ人の信仰の父と呼ばれる人です。天国にいてもうイエスの代わりのようにそこにいて、この金持ちと会話をしているわけです。The そのアブラハムにですよ、い,いえ、父、アブラハムよって、ばっかじゃね,じゃねって思いません said,、no, so、自分の方が正しいとまだどこかで思ってるんです。 で、アブラハムに対して、あなたの見立ては間違ってますって言うんですよ。何とも言えないこの地獄に来てまでのこの金持ちの態度。どこかで自分に似てるなって思いません it? そしてこの態度で生きて、来た金持ちとその兄弟たち。

That's why the Abraham said, if they do not listen to Moses and then the prophets, they will not be convinced, even if someone rises from the dead. Actually, in the John 11, the Jesus are uh, uh, the resurrected the そしてパリサイ人たち、贅沢な暮らしをしていた人はそれでイエスを殺そうと思ったんです。皮肉ですよね、この金持ちとこのラザロのこと。一つは蘇らせられた人。一つや天国に行った人。一つや地上ではまあまあいい暮らしをしたでしょう。自分たちでいいと思っただけの暮らしです。 で、地獄に行ってまでまだ私、私、私私と言っている。これがこのストーリーの話です。5つのポイントです。長いね1つ目、あの世。 The other world. シンプルです。この世の後にあの世があるんです。シンプルなのに、我々本当に分かっているのかなって。先ほど衝撃的な事実を皆さんにお伝えしました。人間いつか死ぬと。The human have to be でその先には天国か地獄があるんです最近、教会がねなかなかこれを言わなくなってきたと思ったんです。混ぜたような甘い話の方が人々が引きつけられやすいのでそういう話をしてきたかもしれません。でも、はっきりと聖書が言っているのはこの人生の後天国か地獄があるよ。 この人生はラッキーで長く生きたとしても80年、90年でしょう。Life, uh, でも、あの世は永遠です。Words, 二つ目、この世で決まる。そのあの世、天国に行くか地獄に行くか、この世で決まります。So この世でのあなたが死んだ後を決めます。あんまり教会に呼ばれていってやる話ではないんですけど。<laughs> でももう本当に見たように金持ちは地獄に行ってまでクソたちの悪い金持ちなわけです。The rich man, even he, after he go to the heaven, he was bad. それが彼がどっちに行くかを決めたんです。同じように、この世での私たちの思い、行動、信仰がどちらに行くかを決めます。 Uh, our, uh, action or face, さっきも言いました。でも、どこかで人は神様が決めると勝手に思っています。違うんです。私たちが選ぶんです。No, 実際に私たちが何を信じるかなんです。 これも日本人の弱いところですね。日本人に友達とか飯食いに行った時に聞いてみてください。Uh, friends, like、何信じてんの ?8 割がまともに答えられる人に会ったことがないです。なんかこのぼわーッとした神がいてみたいな。どこどこどこみたいな。<laughs>

そんなレベルでしか日本人は信仰というものを持っててないんです、現状で。So the Japanese, the like、でも皆さんは教会に来ていて、初めて来た人がいないですから、教会に来ていて、この福音という神の愛ということ、信仰ということを聞いてきたわけです。 イエス・キリストという方がこの神が十字架に私たちの身代わりにかかったということを聞いたんです。すべての人が罪を犯したので神からの栄光を受けることができずということを聞いているんです。でもこのイエス・キリストを信じる者は滅びることなく永遠の命を持つことも聞いているんです。チョイスは私たちのものです。So 信じていないなら信じてください。もうね、僕はこれラザ,ロやラザロだったら僕いい人やから同じように思うなと思うんです。あっ、like、ユキチ地獄におる。ユキチ、言うたやん、俺。I said it to you, もうなんで新人かってんの Why you believe it? えでもめっちゃここ、口があるんですか いいけないですすか。ごめん、大 <laughs> <laughs> 大丈夫ですよゆきちゃ大丈夫夫でで、よ。あえて例えて出しましまた。もそういうことが起こると思うと嫌で嫌でしょうがないですよ。stressful。ういうたやんって絶対なると思うんです。だからこそはっきりと天国と地獄があります。天国に一緒に行こう。 That's why you should say there is a the hell and a heaven. So let's go to the heaven together. Why don't you think you don't to understand? It's so simple.

あなたたを愛されたそれはミコを信じるあなたが滅びることなく永遠の命を持つためである。だからこそ信じるんです。ぜひ信じてください。 4つ目、病イコール罪ではない。この世的豊かさイコール精神でもない。この当時はユダヤ人たちは罪があるから病があると思っていました。ラザロは癒されたなんて書いてないですよ。多分死ぬまで横たわって出来物いっぱいだったんです。そういう人生もあるんです。 でも天国です。どっかで我々日本人はまだ,まだ日本人と言わますけど、<laughs> 因が応報の思想を信じてます。罰が当たる的なやつ。ないんです、そのものは。<laughs> 病イコール罪でもない、この世的豊かさイコール成人でもないんです。確かに不平等に思えるかもしれません。でもその状況で神様は私たちに今日生きている限り使命を与えているわけです。あれがない、これがない、これが足りない、あれがあったら。 もうね、そんなんじゃないんです。必要なものが与えられて、今日するべきことは必ずあるんです。そしてもう一度言います、私たち日本人は本当に豊かですよ。G パン2本持ってるだけです,すごいと思いますもん。 それほど豊かで私たたちちはじゃあ本当ににラザロのよううな人たちにケアをししてるでしょううでょかかどっこの資本主義の社会にまかれながらもっと欲しい、もっと良いもの、もっと上にって思ってません 決して、それが悪いわけではないです。Telling, like, ただ、そこに心を割れると、この金持ちのようになります。Acts, like、そして、目を開き直すと、あなたのラザロがすごく近くにいるかもしれません。 あなたはどのようにそのラザロを扱いますかどのように哀れみをかけるでしょうかそれが5つ目のポイントです。私たちは管理人です。私たちはそれを 何かを行えるために、ラザロのような人を助けれるために、世界に福音を伝えるために、神に使わされている管理人なんです。すべ、like、て与えられているのはすべて人に与えられるためです。Because, because to, uh, 与えられているのはあなたが喜ぶため、増やすためではだけではないんです。For for you, nice. それはあなたがそれに によって人を祝福できるということ。人を助け s s the other るということ。人を助けるということ。help others 神の愛で人を愛することができるということです。it is るということです。人を愛すると e うことです。人を o するマタイの福音書6章2節にこうあります。マティア6 says、あなたの宝のあるところに、あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心,に心もあるのです。The, the, これ逆じゃないですよ。あなたの心のあるところに宝はないんです。The it's not that there is a place your heart is. あなたの財産のあなたの持ち物のあるところにあなたの心があるんです。The place, heart, the, 金持ちは何本でも言えるかもしれません。The, the can, can ラザロ、名前もちろん知ってるよ。いつかどうにかしてあげようと思ってたんだよね。You, でも死んじゃったからもう何もできなくてさ。Actually, died, so、ごめんね、<not S 1> 俺でも毎日どうにかしようと思ってたんだよ。 そこに心なんんてなないんです there is, there なんでそこに宝がないからです。No、いつか私もお金持ちになったらこれをしよう。 お金ができたら十分の一献金を始めよう。Man, 絶対始まらないです。だってあなたの心は今その十分の一を出すということができないところにあるからです。そこに宝があるからです。1十 the 分の一献,献金を始めるところからそこに心が行くのは始まります。お小遣いに、ね、1 100円の中の中かからかもしれませんちなみにこれはうちの息子とかに教えていることです。あなたの宝のなるところにあなたの心があるんです。なので別に僕はあなたの心はどこにありますかなんて聞きません。あなたの宝はどこにありますか なぜならそれが結果的にあなたと神様の関係を決めてしまうからなんです。そしてどこかでこの世に流されて神様を選べなくなっていくんです。だからこそ若い時から始めるんです。もう年取ってきたらなかなかできないんですね、由美先生。 でも若い時からそこの自分の宝をちゃんとあるべきところに置くんでですすす you、uh, それをするここととににってての金持ちみたいに私私私私なならなくて済むんまめです。 別に金があるないでこの話は決まってません。その人の心がどこにあるか,ないどこにあるかの話です。そしてその心はあなたの宝があるところにあるんです。The, the the the, 皆さんは自分に与えられているお金や物資産、賜物そのすべてをどのように。 用いいてるでしょうかよ you き管理人としてどこにあなたは宝を置いているでしょうか ?As a good manager, where are you putting your treasure? 朝も話しましたが自分がそれが分かったら次は絶対行動に移してください。When you get understand that you have to start taking action.Start taking action. いいね。Start taking action. <laughs> 行動に起こすすんです Take <your> action. それぞれお立ちください、祈りましょう。Stand up, pray together. 今までできていたできてなかったもういいです、well、今日この時から信じて行っていくんです moment, もし自分の宝がなかったら宝を神のところに置くように今決めてくださいそしてその場所に心があるように神様に祈ってください the, we, we そして私たちの近くにいる私たちのラザロに 神,神の愛を示ししていきましょうぜひそぞれぞれ心の中で神様に祈ってください。目を閉じててくください祈りまましししょう、uh, s <S 2回、ね、あのメッセージしてくれました 神様、皆さんに語っていると思います。あなたの心、あなたの宝、どこにありますかそれぞれ違うと思います。でも、今までではなくて、ね、今日今ど、今どうするかです。しばらく、ね、本当、イエス様との時間を取りましょう。 So、正直になって、主の前に出てください。Go, 主はあなたを見てさばきませんよ。本当に神様が作った男性、女性になっていってほしいんです。しばらく心を沈めて。 ね、主の前に出てください。So be in still, and then 今イエス様が皆さんに何か問でおられますか？イエス様は皆さんの宝がどこにあるか知ってます。イ、ね、はねそれを取り,取り上げる方ではありません。主はねそれを取り取り上げる方ではありません。天のお父さんはこうしゃる、so God is like ね。何度も言います。Again, again. ね、私こそあなたを満たす方です。私こそあなたを満たせる方ですと主はおっしゃっています you,、uh, ね。今まで大事に持ってたものを手放すのは本当に勇気がいります。You ve, you ve でも失うんじゃないんです。 最高のものを得るんです。ね、今日、自分の間違ったその宝をイエス様。ね、あなたの足元に置きます。 そのよううに決心した人いますか手を挙げて教えてくださいアメンアメン。ありがとうございます。ありがとうございます。手を下ろしてください。祈ります。<me> イエス様本当に正直な人たち、ありがとうございます。Jesus, thank you very much for these 私たち勇気があり,ありません。No、本当にあなたの見舞いに握ってたものを手放すの勇気がいります。Brave, uh, 失うような感じがします。Like、でももう一度、天のお父さん、寛大なお父さんであることをもう一度今、信じます。 ファーザー、今この握っていた手を開いて死の前に差し出します。 父のもとに人一人が戻っていけますようにお願いします。Uh, そして、何にも左右されない、縛られない、本当の自由をしてくれるように,ようにお願いします us,、uh, totally, うん。父の愛で満たしてください。父の愛の中に本当の自由があります。 イエス様のお名前におてお祈りします。We pray in Jesus' name.Amen.Amen. イエス様に拍手しましょう。じゃあ最後に宣言文一緒に読みたいと思います。じゃあまず日本語から読みましょう。<Japanese first. S 1> サンイイエス様、<Yes. S 1> 私を愛してくれてありがとう。私の心に入ってきてください。私の人生を導いてください。イエスは私の主です。In English, dear Jesus, thank you for loving me.